なんて一人よりけりだって先生からも聞いてると思うけどな。私の場合はロマンだよ、ロマン。派手さの後に残る儚さ、そういうのもなんか趣あるだろ。柊はそもそも美学ってのをどう捉えてる？何をもって美しいとみなすのか、だとすれば芸術はどうあるべきなのか。柊はどうだかわかんないけど、この町で暮らしてるやつらはみんなそれぞれの美学を持ってる。そういう授業もあるしな。私の場合は壊すことに見る美しさが好きなんだ。普通じゃないかもしれない。ガラスの容器を落とした瞬間をカメラで撮ったことがある。焼け散る様子が綺麗だった。あと重いもん水面に落としてしぶきが散る瞬間とかな。最初はそういうのだったんだけど、芸術は爆発だってな。キリエ、昔はこんなんじゃなかったのに。私は物心ついた時から監督を目指してたぞ。映画好きなのは昔からだったけど、爆発シーンにこだわるようになったのはアレイヤに入ってからだもん。なんか悪い映画でも見たのかな。私の美学がそこで開花したっつうことや。今日もバリバリアメージンググレイスを撮影していくぜ。気が利くじゃんか。え、なんだよ。それは撮影に使うアイテムだからまだ食べちゃダメだ。前回私はシュウ先輩にジェラートを渡す後輩役となったはずですが。あれがいい感じだったからもう昨夜はこのまま食いしん坊キャラにしようと思って。こんなに食べたら太っちゃいます。まあまあ、私のポケッツメにスイーツ食わせてやるんだぞ。余ったら俺たちが処分するから問題ね。美味しいかもしれないですけど、それとこれとは別にいいだろう。食べた分だけこっちに栄養がいくんだから。うひっ、バカ、勝手に触らないでください。目立つところに2つもついてる方が悪いな。シュウ先輩もスケベな目で見るの禁止です。あ、そうだ、
ちょうどいいから咲夜は食いしん坊謙虚ニューキャラにしよう。やりません。私はそんなの絶対に認めませんからね。よーい、アクション。先輩、待ってください。咲夜子さん、結婚を誓った私という身がありながら、その幼児さん、あなたには関係のないことです。潮先輩こそが咲夜子の本当のお慕いする殿方なのです。幼児さんは獅子です。なんですって？おい、貴様どういうことだ？あんなことやこんなことまでした仲なんですよだ。いい。そんな僕は。行きましょう。先輩、そんな！カット！OKだ。だろうな。なんかお芝居なのに傷つけちゃってすみません。